もそのジョシーもジャイスブラックです。ということで今回もですねウィニングレバープ2000やっていこうと思うんですが、今回はですねぜひね持ってない方はぜひゲットしてくださいという選手を紹介しておこうかなと思います。今がチャンスということで今回はこちらにはいないんですけれども、ベンチにいるこちらのね金のインザーギですね。なんでねこの金のインザーギ今更その取っとかなきゃいけないのと、はい、思う人も結構多いかもしれないんですけど、はい、この金のインザーギはあの今今週のねレジェンドボックス入ってる選手で、でこの選手がねまあ IMD いいじゃんとか、はいはいはい、まあ、そういう人もいると思うんですけど、まあ、まずはね IM 持ってない人に絶対持っといてほしい。これなんでかというとレジェンドで B 固定でスパサブ対策の一番初めの方って、まあ、ディフェンダーがねアイコニックのディフェンダーもいるんですけど、センターバックでね純粋にねめちゃめちゃセンターバックができるアイコニックがいるかっていうとそうでもないんですよ。そうだね。だからねやっぱりどうしても開幕の最初の方って IM とかは攻撃陣は強いんですけど、うん、守備陣はまだそのめちゃめちゃセンターバックでしっかりしたやつは来てないんで攻撃有利になるんですよ。でそうなってきた時に B 固定のレジェンドでスパサブっていうのはめちゃめちゃ生きてくる。じゃあ IM でもいいんじゃないと思うかもしれないんですけど、これもう一個問題点があって、ウィニングレバープリ2021ってほとんど高コストの監督が弱くなります。弱くなるっていうのはどういうことかっていうと、あのコンセプトのところが例えばサポート距離とかコンパクトネスとかディフェンスラインの高さとか、まあ、裏数値でおもちゃ TV はいつも監督紹介するときに紹介してるんですけど、そこの数値がね軒並みひどくなって、コンパクトネス数値って相手がね中央に密集して守備をしてくれるみたいな、すごいウィニングイレブンで今大切な数値になってるんですけど、はい、それがね軒並み2とか、いやすごい、ね、グラウディオラとか1とかひどいよね、2とかそんな感じになってて、はい、前だったら8とか10とかの選手を使ってたんですよ。じゃあ今コンパクトネス8とか10の選手ってどこにいるのみたいな監督ね感じになった時に、コストが低い監督にあのいい監督の条件であるコンパクトネスが高かったりだとか、うん、ラインとかもいい感じになってたりだとかする監督が多いんですよね。そうだね。コストが低いってなってくるといろんな選手を詰め込むことはできないんですよ。だから場合によっては IM インザーギじゃなくてレジェンドインザーギの方がいいと、コスト的にね。でコストの違いもやっぱ IM インザーギとレジェンドインザーギは結構あって、 IM インザーギの方がコストがね38でレジェンドの方が27、全然違うんだよね。9違うんですよ。ここの差は結構でかい。9はでかいですねっていうところで、まあ、今ね IM 持ってる人もレジェンド持ってないんだったら今 GP で獲得できるんだよね。俺はちなみに本枠 GP でゲットしました。絶対持っといた方がいいということで、はい、これ能力値の変化もねそこまでないんだよね。そう、能力値で言うとねヘディングがマイナス5、レジェンド負けてて、ジャンプとスタミナがマイナス4ずつで、全あとは全体的に 1-2 劣ってるって感じなんですけど、ただインザーギで言うと一番大事なのってやっぱオフェンセンス決定力、ここはね全く変わらない球技。まあ乾燥だからね、乾燥お互いだから、ここの部分が乾燥してる限りは確かに馬力っていう部分ではねその IM の方が出てくるのかもしれないけど、まあ基本的な使い方としてはスーパーサーブで十分使えるレジェンドのインザーギになってはいるんで、まあここはね本当に来作結構取っといた方がいいかな。監督問題があるんですよ。 PSO だと監督のコストを上げるアイテムっていうのがかなり落ちるんですけど、うん、ガチャをすることによってかなりね落ちるんですが、アプリだと去年は1回も来なかったんですよ。マジか。そうだから1回もコスト上げれなかった。いやすごいな。普通だったら全部800ぐらいにしたいんですけど、そうだよね、今年はね800でまともな監督、コスト800以上でまともな監督ってほぼいないんで、うん、そこだけ本当にねかなりシビアになってるというところで、はい、まあ、今ねこの動画見てくれてる人は、うん、ぜひ本当にゲットしてほしいと強く、まあ、この前、ね、何人かねこのレジェンドボックスドローで取っといた方がいいよっていう選手は紹介してるんですけど、はい、インザーギもそうですね。最後にこれフレマもやってやっていきましょうか、まあ、インザーギどれぐらいなのか、レジェンドの方でも多分いけると思うんだよね。全然さあ、次行きましょう。インザーギ普通。8分で行くか。8分で GO! さあ、お相手。シメオネ。いや、ほんとね、今ね、低コストの監督結構いいんです、数値が。そう、来作はほんと低コスト監督。まあ、低コストって、っていうとどれぐらいっていうのも多分気になる人多いと思うんですけど、710とか、そう、まあそこら辺はあの動画でもね紹介してたりもするんで、そうそうそう、まあ下にリンク貼っとくんでね、そうだね、気になる方見てください。はい、これうわぁ、シューキャンがねフリットとか結構やっぱりボロボロいいからね。そう、しかもディフェンスもいいから取られたとしても反応、レナとの反応、まずいまずいまずい、兄貴外す、ええ、ありがてえ、うわー、ちょっと今カッコつけた、何がしたかったの今、今カッコつけた、いやね、こっちだよってやろうとしたの、舐めてんだよってオッケー、おい、いや何が、危ねえお前、バナの軸足蹴ってんじゃん、え、あー、来て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 、ノーノーイヤ、髪切ってこいお前マジで、なんでそんな中身してんのお前マジで、プジョル
プシャルが今かぶったね。毛量が多いやつに厳しいからハゲの審判は。まずいまずいまずい、やめて。うわー、わっしょいわっしょい。よし、来た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 、インザーゲ。おい、これ2位ちゃったよ本来な。さあ行きます。ちょっとナメプ、ナメプすいません。さあこれミランのあれかけてか、あれじゃん、あそこそうやばいやん。最強、もちろんね、その IM の方がいいんだけど、能力値とかね、絶対コスト問題がね。そう、おーおーおー、こんな引っぺがされる。おいおいおい、そうだ、ザギザギ。いや、あそこ入んないでしょ普通に。これがオフェンスエンスで蹴ってる99。いや、パスコース切ってたんだけどな、シュートコースもちょっと埋めてたと思う。いや、これ入んのかよ。やお、まあ、ちょっとね、これどうなんですかと言いたいですけどね。金でもやれちゃいます。こっちの IM が、 IM の方が強いのに。前歯きえ、もう分かりにくいとでけえこと言うな。なんもう際どいボールでもなんでもねえわ。サッカー言うよ絶対。前歯、際どいボールの時に言えよ前歯。いや、やべえ。いやペレイラちゃん、いや、ちょ待って、マジで危ねえ、強え、なんかなんかね、あのツイッターとかのねコメント欄で待ってたんだけど、金のインザーギの方がいいみたいな動きが、そう、なんかね、見たんだよね。そんなことはないんじゃないですか。で、俺も使ってたんだけど、なんかよくわかんないね、その現象があるんで、ね、トーレスもものすごい金のあのさ、レジェンドのトーレスすごい強くて、なんかね、そういうのたまにあるんだよな。なんかイニエスタも誰か言ってた気がするな。なんなの、あ、イニエスタ、俺レジェンドイニエスタめっちゃ上がってくるって言ってたな。なんかそんなこと言ってたよね。待ってね、揺れてる揺れてる。いや、揺れて、もう揺れて揺れて膨らんでるじゃん。いや、強い、やっぱこれワンパマルシュ持ったら強いわ、これワンパ。いや、ここは相手に詰めないと。ワンパマルシュ待って、すごい良くない、チョベリグーじゃん、フルチョベリグー。いや、マジか。いや、全部の弾通される。おお、しかも早い、こいつなんだ。おお、やめろお前。うわきっしょ、すごいな。って待って、え、なんかなんだろう、なんだろうこの感じ早い、普通に早い。いや、マジで、あ、スーパークセー、中田のミドルやんか。ああ、いやあれ1点目入んの納得いかねえんだよな。スパサブの臭さでした。ちゃんとシュートコース全部埋まってたじゃん。ゲーム的に良くない、ゲーム的に、うん、星3 もしくは 2.5